はい、というわけで時間になりましたので、本日最後のセッションとなります。日本 IBM 株式会社の IBM クラウドエヴァンジェリストとして活動されてます木村圭さんより、ワードプレスミート IBM ワトソン、ワードプレスのコンテンツデータを IBM ワトソンに機械学習させてみようというセッションでございます。ではよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。改めまして IBM 木村と申します。本日お越しいただきました皆様、それからスタッフの皆様、ありがとうございます。ですね、まず最初に、今日の内容はですね、基本的に全部写真撮っていただいたり、それからツイートしていただいて全く構いません。でただ、ちょっとですね、時間があまり十分にないので、早めにスライド流してしまいます。 ですので、後ほど公開される資料の方も合わせて参照いただければと思っております。で、はい、この、今回のテーマであります機械学習ですね、この機械学習の波がですね、やっとワードプレスにも来たので、それをぜひ皆さんにも応用していただければと思っております。で、まず最初に簡単に自己紹介させていただきます。木村圭と申します。私自身はですね、そもそも IBM とワードプレスと何の関係があるかというとですね、実は結構転職歴がありまして、IBM は実は2度目なんですね。で、前職でワードプレスにこう携わっておりました。実際にサイトとか作っておりました。で、今は、IBM のクラウドエヴァンジェリストという形で、IBM のクラウドをこう皆様にこうお伝えしてですね、こう幸せになっていただく、よく言うと幸せになっていただく、悪く言うとなんかこう洗脳活動するというか、そんな活動をしております。はい。で、私自身はですね、クラウドエヴァンジェリストでもあるし、仕事としてはアーキテクトと呼ばれたり SE と呼ばれたり、そんなそういうふうに呼ばれたりするような仕事をしているんですけど、自分自身ではプログラマーと名乗っております。プログラマーであることがどちらかというと、その何でしょう、僕自分自身の中のアイデンティティであって誇りに思っております。で、その、プログラマーの私の趣味というかですね、趣味と実績も兼ねてるんですけど、マンホールです。もしかしたらご存知の方いらっしゃるかもしれないんですけれども、マンホールって、地方自治体によってこうデザインが違うんですね。で、例えばですけど、これ挙げたのはこれ全て、東京都のマンホールです。一番左側が、渋谷のハチ公ですね。渋谷のハチ公って人がたくさんいるので、そもそもこれ見つけるの難しいんですけれども、ハチ公のところに2つだけこのハチ公マンホールがあります。あと真ん中がこれ、前の方見えるかもしれないけど、小笠原村のマンホール、ですので東京都なんですけど、めったに見ることはできないと思います。で、一番右側はこれおそらく東京都で今一番新しいもので、多摩市のサンリオピューロランドの周りに今こんなマンホールが設置されているという、そんなものです。で、こういうですね、マンホールの写真と位置情報を合わせて、こうなんでしょうね、SNS、ソーシャル的に皆さんから写真を集めるという、そんなサービスを作って運営しているんですけれども、ですね、多少この、公私混同も入ってまして、この後紹介するんですけど、ワトソンの画像認識機能の中で、今ワトソンってマンホールをこう認識する機能を持ってるんですけど、そこにこう僕が持っているサイトからデータを提供しましたっていう、そんな話を、取り上げていただいたことがあります。で、こちらはですね、この QR コードとか見ていただいても構わないんですけど、興味ある方はですね、技術の無駄遣いっていうキーワードで検索するとなんかこれ出てくるみたいです。ですので、ちょっとこちらも見ていただければと思っています。で、改めまして今日のアジェンダです。まず最初に、もしかしたら皆さんご存知かもしれないんですけど、人工知能ってそもそもどういうことなのかっていうのをちょっと簡単に紹介させていただこうと思っています。で、その後、うちの会社のですね、ワトソンってどんなものなのか。で、ワトソンとワードプレスを連携させるとどんなことができるのかっていう、その実際のデモも含めて紹介させていただければと思っております。で、最後に、ちょっとまとめ的なものも含めさせていただこうと思っております。で、まず最初にですね、例題です。これ何でしょうか。これ何ですか。引っ掛けとかじゃないです。これ何でしょう。本当はこう刺していきたいんですけど、ちょっと今日時間がないので、トラですよね。皆さんトラって思いましたよね。もうトラ以外の方思った方はですね、ちょっと特殊な方だと思っております。で、これはこの簡単な問題なんですけど、じゃあですね、もう一個質問。なんで皆さん今これトラだと分かりました。なんででしょう。ちょっとこう技術的な言い方をすると、この画像をインプットしてどういうアルゴリズムを実行したらトラっていうアウトプットが出てきたんでしょうか。わかりますか。これ結構難しいんですよ。自分の頭の中なんだけど、これ説明するの意外と難しいんですね。で、これ簡単に解説しちゃうと、学習したからなんですね。
いろんな生まれの方と、いろんな年代の方といらっしゃると思うんで、トラをどう学習したかって結構千差万別だとは思うんですけど、その生まれてきた中でですね、いろんなトラっていうのを見てきたはずなんです。それは写真だったり図鑑だったりテレビだったり、もしかしたら本物を見てる方もいらっしゃるかもしれません。その中でいろんなトラを見てきた上で、なんかですね、なんかこのトラっていうものの特徴をこう自分の中で勝手にこう学習していくんですね。まあ、これは実は人間の脳のすごいところなんですけど、例えばこの黄色であるとか、縦縞であるとか、この四つ足で歩く姿であるとか、まあ、耳に特徴があるとかですね、あと猫をすでに知っているんであれば、なんか猫に似てるなとか、なんかそんな特徴を自分の頭の中でこう勝手にというかね、自動的にこう分類できるような機能をどんどん持っていくんです。でこれによってトラっていうものを識別できるんだと思ってます。で実は人工知能ってこれをシステム化したものなんですね。まず最初にデータを学習させる必要があります。で学習させたことによって問い合わせができるようになるという、こういう仕組みを持っているんですね。まあ、ですので、システムで言うんであれば、トラの画像というんでしょうかね、トラのヒントになるようなものを、これがトラですよっていうものを大量に学習させておいて、でそれで学習させると、学習に使ってないこんな画像をこう与えたときに、ああこれトラですねと、こう判断できるようになるっていう、そういう仕組みなんですね。でこれがなんかこういかにも人間のように見えるので、人工知能ですと。っていうふうに呼ばれるように、アーティフィシャルなインテリジェンスですというふうに言われるようになりました。で、ちょっとこの辺からですね、うちの会社の宣伝にもなるんですけど、実はこのデータの学習をするっていう機能と、それからこの問い合わせをするっていう機能ですね、この2つがセットになっているのが、一般的に人工知能とか機械学習とかって言われている部分なんですけど、このワトソンでは、この2つの機能はですね、実は画像認識の機能だけではないんですけど、いろんなワトソンがあるんですけど、その多くがレストの API という形で提供されています。ですので、基本的にこの学習することも問い合わせをすることも、レストの API を呼んで実現することができるという、そんなことが提供されております。はい、そんなワトソンです。ワトソンの API でできることって、すごくたくさんあるんですけど、大きく分けるとこの3つあるんですね。ちょっとうちの方見にくいですかね。もともとワトソンというか機械コンピューターってこの一番右側の数値解析が得意だったんですね。なんかこう数値を与えた時にそれを広い言い方で言うと解析するんですけど、例えばなんか傾向を取り出すとか平均値を出すとか相関関係を見つけるとか相関関係がないことを見つけるとか、なんかそういうことが得意だったんです。で一方ですね、最近 その機械学習とかってこの左側の2つの部分がなんか中心になってきていて、例えばそのバイナリーデータ解析です。先ほどの画像認識ってこちらですよね。画像を認識したり、あとはなんか写真から顔を認識する機能であるとか、なんか似た画像を探すとかっていうのはこの部分になります。で、実は今日この後紹介するのはですね、この一番左側にあるテキスト解析です。テキスト解析っていうのはテキストを与えるとそのテキストの内容を理解するとか、内容から何かを分類するとか、感情が含まれてたら感情を読み取るとかですね、なんかこんなことをするっていう機能を持っています。で、ワトソンってこの3つの機能を持っているんですけど、今日はこの中からですね、テキスト解析の機能を紹介、ワードプレスとちょっと比較的相性の良さそうなテキスト解析を一つ紹介させていただきます。僕らはですね、NLC っていう言い方をしています。もしかしたらなんか機械学習の方ではすでに NLC っていう言葉がすでになんかある程度知られているので、もしかしたらご存知の方いらっしゃるかもしれないです。ナチュラルランゲージクラシファイヤーと呼ばれているものですね。でこれ、ワトソン API の一つにこの NLC があって、自然言語テキストをカテゴリーに分類するっていう機能を持っています。で、具体的に言うとですね、カテゴリーに分類するってどういうことかというと、例えば今日の最高気温は何度まで上がるだろうと、何度まで上がるんだろう、もちろん最終的にはこれに回答するっていう手もあるんですけど、これって夏ですよね、季節で言うと夏に相当するテキストですよ、この例文には夏とかって全然書いてないんですけど、でもこれって季節でいうと夏の文章ですよねっていうふうに分類してくれるっていう機能です。ちょっとこれはちょっと生々しいデータでもあるんですけど、こんにちは預金口座を作りたいんですかってこうなんかテキストが入ってくると、これは質問されてるなとか、なんか新規契約の話をしてるな、なんかこういうふうに分類してくれるんですね。でこれによって、じゃあお客様こちらへどうぞっていう新規契約の、ところにこう招待できるという、こんな、そんな仕組みを実現するための API でございます。つまりこういう分類をしてくれるんです、ね、分類先を学習させて分類するという、そんな機能を持った API です。はい、で改めて、
で今回何をしようとしているかというのをちょっと紹介しようと思っております。ワードプレスのコンテンツをワトソン NLC の学習データとして利用できるんじゃないかということにちょっと挑戦しようと思っております。で、まあ、具体的に言うとですね、まあ、システムこちらがワードプレスの仕組みで、まあ、アプリケーションサーバーと MySQL サーバーがあるんですけど、ここにワトソン NLC を接続します。で接続しますってどうやって設定接続するかなんですけど、専用のプラグインを用意しました。これをワードプレスの中にインストールしていただきます。でこのプラグインが NLC と、ワードプレスをつなげてくれる、そんな役割を持ったプラグインを作りました。まあ、言ってみれば今回この部分が今回のチャレンジになります。でそのプラグインです。これちょっと僕がですね、あまりこうなんていうんでしょうね、プラグインを配布する仕組みをよく理解してなくて、まあ、本当はお金を取ってもよかったんですけど、よく分からなかったんで公開しちゃいました。でこちらからもうダウンロードできるようになってるんですけど、目的はデモンストレーション用です。まあ、つまりちょっとデモ映えするような形にしております。何するかというと、これをインストールした管理下のワードプレスから全文章を1回取り出します。全ての文章を取り出します。でそれぞれ本文とカテゴリーを取り出すという、まあ、そんなプラグインです。それを学習させるんです。本文とカテゴリーに分けて全文章をワトソンに学習させるっていう、まあ、そんなプラグインです。ちょっと後で実際の動きを見ていただこうと思っています。でこれで、まあ、学習データ数っていうのはワードプレスの文章数で、学習が完了するとワードプレスの文章を元にしたなんか分類のコーパスが出来上がるっていう、まあ、そんなものになります。で、学習が終わった後で学習に使ってないこうテキストをなんか新規でこう新しい文章を作ろうとしたときに、その文章はどのカテゴリーがふさわしいかっていうのをなんかこう自分で選ぶんじゃなくて、ワトソンに決めてもらおうじゃないかっていう、まあ、そんなデモンストレーションを行うプラグインを作りました。で、まあ、デモンストレーションですね、ちょっとこの後動かしますけど、ですね、事前情報として今これからお見せするワードプレスには800件の技術文章が入っております。でそれぞれなんかカテゴリーが1個振られていて、カテゴリーは8つです。まあ、ですので、まあ、大体1カテゴリーあたり100件のデータがこう入っているっていう、まあ、そういうふうにご理解いただければと思っています。まあ、クラウドとか Java とかですね、まあ、そんなLinux とかっていう、まあ、そんなワードプレスの環境がこちらです。はい、DOS っていうんですかね、2070でしたっけ、あのテーマを使ったそのまんまのワードプレスのものですと。でここにカテゴリーがやってあって、例えばクラウドカテゴリーの文章はこれですとかです、ね、こんな風にこう見れるようには今一応しております。で Java だったらこれとかですね、こんな風に感じで、つまり、例えばこれを学習させるってどういうことかというと、このクラウドっていうものが何なのかをワトソンに学習させるんですね。ただしここで言ってるクラウドっていうのは世の中一般的に言われてるクラウドではなくて、このワードプレスの中に入っているクラウドカテゴリーの文章を使ってクラウドを学習させるっていう、そういう意味です。で同じようにして Java とか Linux とかも学習させます。で学習させた結果、実はもうすでに学習させてるんですね。ここでプラグインで先ほどURL だけ紹介したこの Watson NLC っていうプラグインがすでにインストールされていて有効化されています。でこれを使って、そうするとここに NLC 設定っていうのが出てくるようになってですね、でこう、まあ、いろいろ設定されてるんですけど、ここでもう学習が済んでいるので、何か新しい文章をここに入れると、それはさっきの8つの中でいうとどのカテゴリーがふさわしいかっていうのを出してくれる。ちょっとやってみますね。はい、Ubuntu だけじゃなく Red Hat も勉強しないとね、ちょっと意図的にですね、さっきのこの8つの中のあるカテゴリーの文章を入力したつもりです。でそれをじゃあ問い合わせしてみました。はい、そうすると出ました。見えますか、見えますか。Linux の可能性が 83.5%、 XML の可能性が 9.9%、 オープンソースが 2.3%、 うんちゃなんちゃ、これ実は意図的にその通りになっていて、元々の文章には Linux って入ってないんですよ。でもこれ Linux のカテゴリーによく出てくるキーワードで、 Linux カテゴリーの文章によく出てくるキーワードで、ではそれがその通りに動いてるんですね。まあ、結論から言うとこれ Linux ですというふうに正しくできてます。時間かかる、もう一個だけ、ね、IBM のこ
こんな IBM のワトソン NLC はなかなかいいね。これ今こんな感じかな。はい、これをもう一回やってみます。問い合わせします。クラウドになればいいなと思うんですけど、ありました、クラウドです。 88% クラウドです。こういうふうに識別できてもらえるんですね。クラウドって入ってなかったですよ。でも、まあ、このキーワードはクラウドですというふうに識別できるようになっています。まあ、こんなプラグインでございます。こう学習させるとワトソンが賢くなって、まあ、こう問い合わせができるようになるという、まあ、こんなプラグインでした。でちょっとこの後ですね、まあ、実際にこう、これを実際に使うにはなんですけど、 IBM クラウドって実際は無料枠があってですね、まあ、お金かけて使うことはもちろんできるんですけど、無料枠の範囲内で使っていただくことはできます。で、まあ、使い方はですね、まあ、ここで、AI カテゴリーからこうナチュラルランゲージクラシファイアを選ぶと、なんかこんなのが出てきてですね、でここになんかそのユーザーネームとパスワードっていうのが出るので、それを、まあ、さっきのここに設定してくださいね。でこれで変更保存して学習すると、これをインストールしたワードプレスのデータを使って学習させます。この800件の文章ですと、まあ、大体30分から45分ぐらいの学習に時間がかかります。でそれから経つとこの問い合わせができるようになるという、まあ、そんなものですね。はい、でまあこういう学習なんでしょうね、問い合わせもできるようになりました。詳細はちょっと僕のブログ見ていただければと思っております。で最後にですね、利活用に向けてです、これをちょっと今日のまとめとさせていただこうと思っています。もしかしたらご存知の方いらっしゃるかもしれないんですけど、この機械学習とか AI とかってこうもてはやされているんですけど、実はですね、学習データがすごく不足しているんですね。要は何を学習させるかっていうところが実は今の問題になっていて、それを、その学習データをどうやって集めるかというものに対する答えの一つが今回のこのプラグインかなと僕自身は思っております。世の中のウェブデータの多くは、まあ、皆さんの方が知ってますよね、ワードプレスで作られております。ですので、このワードプレス内のデータが AI の学習データとして活用できるんじゃないかと思います。で特にですね、企業内、社内で使うワードプレスが使われているようなケースであれば、なんていうんでしょうね、社内用語っていうんですか、あまりこう一般的じゃないような用語であっても、その社内用語はカテゴリーとして学習できるようになりますので、なんかその、世の中一般的ではないキーワードまで含めて学習ができるんじゃないかと、まあ、そういう応用ができるんじゃないかと考えています。まあ、考えられるか、応用先としては、まあ、今見ていただいたような自動的な、半自動的なカテゴライズであるとか、あとは、納付って言われてるんですかね、この内容に詳しいのは誰みたいな、そういうのを識別できる機能ですね。この文章を作った人をカテゴリーと見なすみたいな、そういう学習のさせ方をさせると、この文章は誰が詳しいですみたいな、そういうことができるんじゃないだろうか。またはですね、作成日、作成月をカテゴリーと見なすことで、なんかこの季節にこんな内容の質問が多く来ますねなんていうこともなんか識別できるような、そんなことが作れると思っております。はい、で最後にですね、この中ですね、既存の、ワードプレスデータが活用できることによってできますし、それによってなんかワードプレスでこうビジネスをする場合ですね、なんか新規に導入する際に、まあ、こんなこともできるんですよっていう、まあ、その理由としても使えるようになるんじゃないかと考えております。で最後おまけです。価格ですね、無料枠がさっきあると言いました。ですね、はい、1ヶ月あたり学習4回です。厳しいですね。学習4回、問い合わせ1000回までは無料です。まあ、ですので、ちょっとアカウントをたくさん作ってください。はい、で、無料枠を超えた分に関しては、このくらいかかります。学習1回315円と。これ、まあ、学習が1回315円で、問い合わせが1回 0.36 円。これ、1000倍なんです。これくらい使っているマシンが違うというふうに思っていただいても構わないです。まあ、こういう形でですね、一応、まあ、無料で使うこともできます。でこの無料枠を使っていただいて、であと僕の作ったプラグインをダウンロードして使っていただくと、今見ていただいたことが皆さんのワードプレスでできるようになります。はい、以上になります。ちょっと時間過ぎちゃいましたかね。ありがとうございました。はい、皆さんありがとうございました。質問1個だけ受け付けられるかなと思うんですが、何かございますでしょうか。はい、ご約、お聞きしたいと思います。お作りの、プラグインでは、はい、カテゴリーと内容とを分析するということでしょうか。だからカテゴリー以外の内容について学習をさせたいというようなことはできるでしょうか。ですね、まず今回提供しているプラグインでは本文とカテゴリー、
です。で、もちろんそのちょっとその何でしょうね、見る先を変えればいいだけのことなので作り変えることはできるんじゃないかと思ってるんですけど、まあ、逆に言うと作り変えないで対応するっていうのが今できないんですね。なんかもしそういうのに興味があるんでしたら、ね、ちょっとこう作り変えていただいてプロリクエストなんかしていただけると取り込めるかなと思います。わかりました、ありがとうございます。はい、というわけでじゃあ木村さんにもう一度大きな拍手を。